IRT ペラム線はサザンブールバード、ペラムベイパーク線とも呼ばれるニューヨーク市地下鉄の A ディビジョンで運行され、6系統と6系統の列車が運行している地下鉄路線である。デュアルコントラクトによる拡張計画の一環として建設され、1918年から1920年にかけて開通した。広角間と近く間の両方があり、 ウィットロックアベニュー駅が広角間の南端となっている駅である。路線の起点から終点となるペラムベイパーク駅のすぐ南側まで3本の線路が付設されている。ウェストチェスタースクエアマイナスイーストトレモンとアベニュー駅のすぐ北側にあり、6系統用の車両が所属するウェストチェスター車両基地へも接続されている。2013年現在、 一日平均利用客は205,590人である。ペラム線の建設は1913年3月19日に結ばれたデュアルコントラクトの一環としてあるいはデュアルサブウェイシステムとして知られる地下鉄網の一環として実施された。ペラム線は歴史ントンアベニュー線の支線として北東方向へ138丁目。 サザンブールバードそしてウェストチェスターアベニューを経由してペラムベイパークまでの路線として提案された。1926年12月24日にフィリップ・マシューズ市長によって発行された地下鉄の救済及び拡大のための路線計画提案という報告では新たに提案されていたシティホールやダウンタウンブルックリンへと通じる3番街の複々線の地下鉄へ ペラム線から連絡線を設けることも提案していた。1918年8月1日に IRT レキシントンアベニュー線の支線として IRT ペラム線が3番街 -138 丁目駅まで開通した。1919年1月7日にはペラム線がハンツポイントアベニュー駅まで延長された。この路線延長は 当初は1918年末までには実現すると思われていたが、資材の調達難のために開業が遅れたものであった。1919年1月に公共事業委員会がペラムベイパークに車両基地用の土地を買収した。1920年5月27日にペラム線がパークチェスター駅まで延長された。ハンツポイントアベニュー駅とパークチェスター駅の間の 運行は、当初は、高架鉄道用の車両を使って、シャトル運転とされた。同年10月24日、ウェストチェスタースクエアマイナスイーストトレモンとアベニュー駅まで延長され、12月20日にはペラムベイ公園の西端まで延長された。ニューヨークウェストチェスターボストン鉄道が1937年に廃止になった際、代替路線として建設された。 IRT ダイヤーアベニュ u 線は実際に建設されたように IRT ホワイト・プレーンズロード線の東180丁目駅に接続するのではなく IRT ペラム線のウィットロックアベニュー駅へ接続しようという提案もあった運輸委員会は1946年6月6日にペラム線での急行運転を実現するための信号設備の設置契約を エマーソンガーデンエレクトリックと LK コムストックの二者合同に、対して129,516ドルで結んだと発表した。この信号設備は3番街 -138、町名駅とパークチェスター駅の間に導入された。1946年10月14日から、平日のラッシュ時と土曜日の朝ラッシュ時に、パークチェスター駅と3番街 -138、13 長明駅の間の抽選を利用した混雑方向への急行運転が開始された。この急行運転でパークチェスター駅と3番街 -138 長名駅の間で所要時間を8分短縮した。この時期には6系統のブロンクスで各駅停車となる列車はペラムベイパーク駅までの急行列車の運転予知を作るため急行運転時には パークチェスター駅止まりとなるようになった。東177丁目にある巨大な住宅施設により乗客数が増えていたため、休行運転はこの時期まで開始されていなかった。1947年11月8日にユニオンスイッチシグナルがペラム線の閉塞信号に関する819,375ドルの契約を受け負った。これにより休行運転が パークチェスター駅からペラムベイパーク駅まで延長できるようになった。1946年から1949年にかけてウェストチェスター車両基地が拡張され、その一環として新しい信号国署の設置、信号設備の導入、ウェストチェスタースクエアマイナスイーストトレモンとアベニュー駅の北側にあったペラム線と、 車両基地連絡線の平面交差除去などが行われた。これにより、ウェストチェスター車両基地に入る列車が、急行線、南港の観光線を交差する必要がなくなり、ペラムベーパー区駅まで、急行運転を延長して所要時間をさらに4分、短縮できることになった。車両基地の容量拡張により、収容量数が358両増加した。この容量拡張により、 車両をパークチェスター駅からペラムベイパーク駅までの急行線に並べて留置しておく必要がなくなり終日の急行運転が可能となった。変電所の建設により電力供給事情が改善され編成量数の延長が可能となった。これらの工事は638万7万七千ドルがかかると計画され、1950年までに完了することになった。 1953年8月27日にニューヨークシティトランジットオーソリティはペラム線の編成量数をラッシュ時に7両編成から8両編成に伸ばす計画を承認した。この変更は1953年9月8日に実施された。1951年の計画の一環としてペラム線の線路容量が拡大されることになっていたが実現しなかった。 1954年3月に提案された6億5800万ドルに及ぶ計画の一環として、ペラム線全線が IND2 番外線に接続され、ペラム線における列車本数が3倍に増やされることになっていたが、これも実現しなかった。IRT ペラム線の規格は B d ビジョンの規格へ容易に変更可能であるとされており、1968年の プログラム4アクションのルート 132B として IND2 番外線に接続されることになっていた。IND2 番外線は138丁目の下を東へ走り、それからアムトラックの北東回廊の線路時期に沿って138丁目からブラックナー高速道路の近くまで走り、そこからウェストチェスターアベニューをペラム線の急行線として走って、その後ペラム線および ダイヤア,アベニュー線へと分岐することになっていた。三番街マイナス百三十八丁目駅のすぐ東に、あるブルックアベニュー駅は対面の理解のできるプラットフォームへと改築する計画があった。さらに、北ではウェストチェスターアベニューの近くのウィットロックアベニュー駅で IRT ペラム線と接続することになっており、それより北のペラムベイパーク駅までの各駅のプラットフォームは、 幅を狭くし長くすることで、2番外線から乗り入れて、来る車両長も車服も、大きなディビジョン B の車両に対応することになっていた。ペラム線の各駅停車は1駅南のハンツ、ポイントアベニュー駅止まりとなることになっていた。このプロジェクトにより、アメリカ合衆国内で、最も輸送量が多くなっていた、IRT レキシントンアベニュー線の混雑を緩和することにつながるとされていた。 プログラム4アクションの第二段階として、ペラム線は、コープシティ住宅施設の現代的な駅まで延長されることになっていた。1975年から1976年にかけてニューヨーク市を襲った財政危機により、計画の残りの部分のほとんどは、資金が調達できなくなり、撤回されることになった。1970年代半ばから1980年代初頭に、 かけて完成すると見込まれていたプログラム4アクションの路線群は、いずれも1970年代の大政危機により、計画を縮小するか中止に追い込まれることになった。以下の系統が IRT ペラム線の一部、または全区間を走行する。パークチェスター駅と3番街 -138、町名駅の間の平日の急行運転は、 6時30分頃から20時45分頃まで実施される。この時間帯には終点のペラムベイパーク駅は運行している6系統、6系統の列車すべてを裁くことができない。この結果ペラム線の6系統各駅停車はパークチェスター駅より南のみの運行となり、ここで折り返す。6系統の列車がパークチェスター駅北で各駅停車となり、 パークチェスター駅と3番街 -138 丁名駅の間だけ中央の急行線を使ってピーク方向への急行運転を行う。これ以外の時間帯には6系統の各駅停車が全線を走行する。IRT ペラム線は135丁目のレキシントンアベニュートンネル北にある IRT ジェロームアベニュー線との分岐点を起点とし最初の3駅は モッドヘイブンの138丁目の下を走る。そこからブラックナーブールバードの投校車線に沿って北東へカーブし、さらにサザンブールバードに沿って北へ向きを変える。サミュエル・ゴンパース高校のある145丁目を過ぎ、さらに向きを変えてサザンブールバードの下を北東方向へ走る。投校のブラックナーブールバードに再び戻ってきてウィットロック・アベニューへ入り、 アルダスストリートで地下から地上へと顔を出す。東165丁目から、ウィットロックアベニュー場の高架線に変わり、すぐにウィットロックアベニュー駅を通って、ウェストチェスターアベニュー場を東へ向かい、インターステート895、ハーレムリバーポート、チェスター鉄道線、そしてブロンクス川を越える。以降の区間は、ウェストチェスターアベニューの上を走り続ける。 モリソンアベニューマイナスサウンドビュー駅より東では、ウェストチェスターアベニューは、ブロンクスリバーパークウェイの上をまたぎこし、パークチェスターへと入る。パークチェスター駅は、ヒュージェイ・グラント広場の上に位置しており、この広場自体が、クロスブロンクス高速道路上にある。キャッスルヒルアベニュー駅の東では、ウェストチェスターアベニューは、北東方向へ分かれ、元の通りと同じ方向へは、 ウェストベリーアベニューが続くが、ペラム線は、ウェストチェスターアベニューに沿って走る。ウェストチェスター車両基地を過ぎると、路線は、ミドルタウン、ロード駅の西で、ハッチンソンリバーパークウェイの上を通り過ぎる。最終的に路線は、終点のペラムベイパーク駅へたどり着き、ここからは、ブラックナー高速道路を越えて、同盟の公園へ向かう歩道橋がある。モートン・フリードグッドによる、小説、 サブウェイパニック及びそれに基づいた3本の映画では、ペラムベイパーク駅を1時23分に出発する列車がハイジャックされる。WEN テンプレートアタッチド KML IRT ペラムラインウィキデータにある KML。ありがとうございます。